こんにちは、清水事業所の室伏です。横関です。長橋です。本日は、日立の新製品モジュラーサイドフロー VRF サイドスマートのご説明をさせていただきます。清水事業所の横関です。まずはサイドスマートのために開発された日立の特許技術過冷却器についてです。一般的に冷房運転時に過冷却度を大きくすることは大きなメリットがあります。過冷却器サブクーラーで冷媒ガスがより冷やされることで蒸発器においてより多くの熱を奪うことができます。少ない冷媒量でより多くの能力を確保することが可能となります。サイドスマートでは過冷却能力を改善するため過冷却器サブクーラーを2段配列としたタンデムサブクーリングシステムを採用いたしました。タンデムサブクーリングシステムはサイドスマートのダブルプロペラファン構造並びに縦長熱交換器を有したサイドフロー型筐体により実現しました。この技術により冷媒の流れが加速し少ない冷媒量でサブクール量を確保することができるためエネルギー効率が向上しました。同程度の容量の上吹きビル用マルチと比較するとサイドスマートは必要となる冷媒量をおよそ 10% ほど低減することができます。清水事業所の長橋です。次は送風機についてお話しします。これまでのサイドフロー型のモータークランプは板金の折り曲げ構造だったため通風抵抗が大きくなっていました。そこでサイドスマートでは通風抵抗を抑制するために丸型モータークランプラウンドクランプを採用しました。また送風機と機械室の間の仕切り板の形状も通風抵抗が軽減されるような新規形状としております。以上の効果によりこれまでのサイドフロー型構造に対してサイドスマートではファン入力を約 5% 低減し消費電力削減に貢献しました。清水事業所の金子です。次はスクロール圧縮機についてお話しいたします。これまでのトップフロー型ビリオンマルチにおいて16馬力以上は能力確保のためスクロール圧縮機を2台搭載していました。サイドスマートではコンパクトな筐体で大容量を実現する必要があるため16馬力のインバータースクロール圧縮機を新しく採用しました。これにより搭載する圧縮機は1筐体1台で済みスリムなサイドフロー型でありながら大容量を実現しています。今回採用した大容量圧縮機はこれまでのトップフロー型ビリオマルチで採用している12から14馬力用の圧縮機をベースに大容量化したものです。大容量化にあたっては旋回固定スクロールのプロファイルの最適設計や大容量化に伴うモーターなどの電気部品の新規設計を行いました。さらに大容量圧縮機の採用に伴い駆動装置であるインバータ制御基板についても新しく設計しております。発熱量が大きい大容量インバータ制御基板をコンパクトな筐体に収める必要があったため気流解析を駆使してインバータの放熱設計を実施し大容量圧縮機を搭載したサイドスマートの実現に至りました。清水事業所の室伏です。最後にアキュミュレーターについてお話しします。大容量化の実現には一定量の冷媒を室外ユニットが保有できることが条件となります。一方でサイドスマートはコンパクトなサイドフロー型筐体であるため機能部品の収納スペースにも限りがあります。そこでこれまでのトップフロー型ビリオマルチで採用しているアキュミュレーターよりも径を小さくし、さらに高さを上げた新設計としました。しかしながら、タンクが高くなることにより、ヘッド差による圧力損失が増え、
性能が悪化することや冷媒の過渡的な挙動を十分に吸収できるかといった信頼性への懸念が想定されました。そこでモデルベースデザインを用いてダイナミックシミュレーションを行い、最適設計を実施、アキュームレーターのサイズと冷媒挙動による影響のバランス点を見出し、サイドスマートに最適なアキュームレーターを設計しました。サイドスマートについてご質問があれば、いつでも日立空調のスペシャリストまでお問い合わせください。以上、ありがとうございました。